皆様こんにちは。ビブリの活躍キャンピングカー生活の神谷です。導入しましたスズキエブリ DA64V、 今回 FF ヒーター取り付けます。購入したのはこちらミンフルというブランドの 2kW の FF ヒーター。3年前キャンピングカーロデオに取り付けた 5kW の FF ヒーターよりも一回り以上小さいサイズになります。やはり限られたスペース搭載場所は非常に重要になります。後部座席の上はそもそも搭載が不可能です。よってこの緑の場所が FF 搭載可能場所になります。設置位置なんですけど、いろいろ考えたんですけども、本当はここのセカンドシートのこの下の鉄板の下に本当は埋め込む予定でこの 2kW を買ったんですけど、ですね、まあ埋め込めるんだけど、ちょっとねメンテナンスやっぱ必要になってくるんですね。どうしても埃が溜まってるとかするんで、っていうのと、あと燃料タンクへのアクセスがちょっと面倒になると、真冬のすごい寒い時期にしんどいんですね。そう考えるとやっぱりですね、この辺かなということになりました。で、ここにした理由っていうのが、下の方にスペースがしっかりあるっていうところですね。まあここぐらいしかなかったですね。こっち側もちょっと考えたんですけど、こちらはガソリンの燃料タンクがあるんでちょっと危険すぎるのでやめます。はい、ということで設置場所は左後部に決定です。内容物は全部で14つありました。これに日本語の説明書もついています。自分で購入したものを3つご紹介します。まずはホールソー、床に穴を掘るアイテムです。これホームセンターなどで買うと非常に高価なものなんですけども、 Amazon で格安のものを見つけました。そしてそのホールソーとインパクトドライバーをつなげるキーレスドリルチャック、最後は開けた穴を塞ぐシール材、1000度まで耐えれます。ビビリの家族がキャンピングカー生活サブチャンネル解説、我が家の旅の中で得た情報や今思うことなどをゆるりと配信中。さらに北海道帯広市にオープンするビビリの美容室の模様もお送りいたします。ロデオのソーラー自家発電を使ったハーフオグリッドシステム、木を自在に操る建築デザイナー加藤さんの力を借りて面白いお店を作ります。 LINE アット登録で半額クーポンも配布中。ぜひこの機会にお店に遊びに来てください。キャンピングカーも泊まれます。まあ、ここ今穴開けるんですけど、でこのプレート、これが一応ガイドになってくるので、こういう形ですね。これがこういう風につくっていう感じになります。でこれが吸気側、こう扉がここまで来るんですけど、ロデオの時すごい悩んだのが、ここの間かなり必要なんじゃないかなと思ったんですね。なので結構悩んだんですけど、ロデオ実はもうほんとここね 3,4 センチくらいしかなくて、ここに壁なんですよね。それでも3年間問題なく稼働したので、まあ、これちょっと自己責任になるんですけど、僕はね結構ドアがここに来たとしてもそんな問題ないかなと個人的には考えてます。あんまり上に行くとフレームがあるからこの辺に開けたいですね。はい、こう来るからこうですね。来ましたね。よし、ちょっとこの調子でいっちゃいますよ。格安ホールどうも当たり外れがあるらしいんですよね、口コミ見てると。まあ大丈夫でしょう。行きます。これ安かろう悪かろうだな、これ。何これ。もうこの、要はドリルのとこが最初にめり込んで、その後この周りの刃が食い込んでいくっていう感じなんで、このドリルの部分がないと重心がずれるから、うまく掘れないんですよね、これも。どうしましょうな。ちょっとなんとかやってみます。ああそんなことってある？マジか。なんかもうダメだこれ。これ多分でも、ここですね。ここ何かついてたんだと思うんですよね。これが多分欠品してたんだと思うんですよ、単純に。
で、ここ締めることで、多分これが固定して、普通にぐるぐるこう回っていくんだと思うんですよね、きっと。一気にメンタルやられますからね、これ。どうしましょうね、これ。ここが全部開いちゃうとですね、ちょっと嫌だな。なんでこんなことなんだろう。ここをちょっとビス止めしちゃいましょう。オッケー、オッケー、オッケー。イコミノアナクリア。どうなんでしょうね、これ燃料パイプも全部繋がっちゃったけど。あ、いいか。よいしょ。これを。ここで行きましょう。あ、やばい。そこずれたわ。この先端がないからな。この辺でこう、押さえつけながら。お、来た。ニコミノアナクリア。これで、あ、いいですね。ちょうどよかったかな。よし。はい、じゃあパーツつけていきます。この防振パッドっていうんですかね、防音パッドみたいなものまずつけて、プレートですね、これをはめていきます。付属のボルトとナットで締め上げていくんですけども、床に凹凸があるのでここに空間ができるんですけども、配管パイプの排気漏れをしっかり対策しないと排気漏れが起きる可能性があるので注意が必要です。では燃料チューブつけていきます。チューブ類はこの金具必須アイテムになってきます。こちらをまずチューブ側に取り付けてから燃料注入口に差し込むような形になります。差し込んだらこの金具でまた締め付けるという形、これでチューブが抜けることはありません。ちなみにこの部分に僕アルミテープ巻いておきました。理由はですね、先ほどかたどった金属部分によってチューブの劣化破れたりとかですね、燃料漏れがしないように一応保護の意味を込めてこのテープを巻きました。ではパイプ類いきます。メッシュのプラスチック素材がついている側、こちらが空気吸入口です。ここを左側に見た状態で、左のパイプが燃焼用空気の入り口、右側が排気ガス出口になります。燃焼用空気入り口のパイプはこのホースのような黒いものですね、付属の金属ベルトで締めていきます。こちらはマイナスドライバーで締め上げるものですね。そしてもう一方の排気ガス用のパイプなんですけども、こちら取り付ける側をですね、ハサミで 1.5 センチほどカットしました。こうすることで先ほどの金属ベルトがグッと締まってですね、排ガスが漏れにくくなります。こちらは耐熱シール材を使っていきます。こちらをパイプにつけて、その上から配管パイプを取り付けると。先ほどお伝えしたように、若干車体とプレートの間に隙間ができるんですね、まあ、そこからの漏れを防ぐためにここは慎重にパテをつけました。ヤスリですね。これでちょっと下馬を取ってきます。行きましょう。打つ前にコーキングを打ってきます。燃料ホースを中に出すんで、これの穴を開けます。おはようございます。電源の取り方になってくるんですけど、ポータブル電源から取ってます、ね、この Amazon でよく売ってるこのタイプのもの、これの15アンペアまでっていうのがあるんですね。でそのケーブルを使って付属ケーブルですね、
この赤と黒のところにこれをつないで差し込むことで使えるようになるんですけど、まあ、一つ懸念点があって溶けるんですね、このシガープラグの先のところで。ポータブル電源の基本的にシガーソケット DC 出力って 12V10A っていうタイプがほとんどです。つまり 120W までなんですね。でこれをですねフォローできないんです。 FF ヒーターは着火するときと消火時に 150W ぐらいの電気を使うんですね。つまり 30W ぐらいオーバーしてしまいます。で僕ロデオでも旅中これ2回 やらかしててものすごい怖い思いしました。溶けるんですけど、まあ、最悪発火しなかったからよかったなっていう感じで、やっぱりその発火した時にポータブル電源の中で発火したらどうなるんだろうって。これリチウム電池なのでものすごいエネルギーを積んでるポータブル電源が燃えたり爆発したらって考えるとですね、非常にリスク高いなっていうことを思います。なのでそれを解消するために僕がロデオで取った方法がこちらですね。ACDC コンバーター、これ実際にロデオで使ってたやつを今持ってきたんですけど、シガーソケットから入ってきてる電気を一回ここにかませて、でそして AC 電源で電気を取れるっていうものになります。なのでこれを使うことによってですね、まず FF ヒーターが着火時そして消火時に使う電力を全部カバーできるんです。これは 180W まで使えるものです。もしポータブル電源で使うならこちらがいいかなと。結局これに変えてからは全くそういう問題はないです。でちょっとその方をですね今からちょっとお見せしていこうかなと思います。で今日ごめんなさい、本当はですね今先ほど見せたこの Amazon のこのケーブルですね、これを買ってただこっち側に同じ色でつなげばいいだけの話なんですけど、それを僕用意できてなくて、というよりもこういうねケーブルがいっぱい余ってるんですね。 これ冷蔵庫のやつなんですけど、これをね分解してちょっとこっち側につけます。こう切っちゃいます。これですね、はい、切りました。でこれをちょっと開けていきます。はい、ここに入ってってこれがマイナスですね。つまり右側がマイナスになって左側がプラスになります。で右がマイナス左がプラス、これが FF のケーブルなんですけど、でこれが赤なのでプラスか、でこっちがマイナスですね。はい、これマイナスとマイナスです。でちょっとこうちょっと今仮でつけますね、このプラス側。はい、じゃあ参りましょう。これがポータブル電源で ACDC コンバーターで今取り付けた、ケーブルですね、液晶のモニターですね。そしてこれがポンプです。これが FF ヒーター本体ですね、昨日取り付けました。じゃあ1個ずつちょっと取り付けていきます。 FF ヒーター本体と取り付けます。でこっちこのポンプですね、これを液晶モニター、はい、付けました。で先ほど取り付けたこのでこれをACDC コンバーターのこのシガーソケットに入れました。でこれを、ポータブル電源ですね、 AC コンセントに入れてここをオンにします。すると多分これがつくはずです。はい、いいんじゃないですか。タンクですね、この Amazon で買ったタンクなんですけど、もともとついているこちらプラグにこの FF ヒーターの燃料ホースですね、これをまず一回つなげます。なかなかきついですねこれね、こんな感じで。で長さですね、長さを切っていくんですけど、これが結構重要でですね、まあ、ここからこう燃料タンクをこうアクセスすると思うんですね。スタンドとか行った時にこのまま給油したいんですね。こっち側でも行けるし、ある程度こっち側でも行きたいんですね。結構長めでいいと思うんですよね。行きます。いやもうちょっと長くてもよかったかな。まあいいでしょう。切ったこの上、ここにこのフィルターがつくんですけど、フィルターがねこういう形状になってます。でこれ僕一回逆さにつけて大変な思いしたんですけど、平たいこの上ですね、こっち側が上になるようにこのようにつけます。で今度ここポンプがこうつながっていくようになるんですけど、こういう感じですね。でここにちょっと短いホースが欲しいので、ここからちょっと移植します。でここをポンプにつけてきます。でポンプの向きなんですけど、この電子部分がついてるところと逆側、この下側につけます。でつける前に必ず必要になってくるのがですね、このショック吸収するやつなんですね。これこういう風につきました。でこっち側、この車体の下をくぐらしたこの燃料ホース、これとつなげて終わりになります。はい、こんな感じでできました。でこれをちょっと斜めになるように、打ち付けるんですね。こんなもんですか。
排気をちょっと吸わせたくないんで排気パイプちょっと曲げます。まずやんなきゃいけないのがですね、この中に入ってるこのエアーですね、これを全部抜いていかなきゃいけないですね。はい、ということで恒例のエア抜き、チューブ内に溜まる気泡を抜きます。ポンプだけを浮かして気泡を抜くんですけども、買った FF によってやり方は様々です。今回のは非常に簡単でした。ちなみにこちらサポートもついてました。レスポンスも良好で非常に良かったです。でも前ロデオにつけたやつは説明書きがめちゃくちゃで非常に苦労しました。 OK ボタン10秒ですね。あ、来た、あ、来た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 。じゃあ着火します。これこんな出ましたっけね前。大丈夫ですかこれ。消費電力今一番マックスかな、135W、136W。すごいですよこれ。煙大丈夫これ。大丈夫これ。いやもうあったかいです。ただ視界不良です。喜べる状況ではありません。はい、この白煙問題、 FF ヒーターつけた時必ず出るんですけども、今回のはちょっとレベルが違いました。これなんで出るのかなと調べたんですけども、まず一つ、製造過程で使った油脂や防生剤が最初の燃焼で燃えるためと言われています。そしてもう一つが燃焼調整がうまくいってない時、つまりさっきのエア抜きで空気が抜き切れてない時ですね。ただどちらも製品上の問題はなく、数秒から数分で落ち着きます。落ち着かない場合は機器の損傷が疑われるので、サポートに問い合わせが必要です。では最後の仕上げ参ります。じゃあ耐熱じゃなくてもいいんですけどね、本当は。完成ですね。大会用のパテで埋めました。こんな感じです。排気用のマフラーですね、これもスペアタイヤとかに干渉しないように一応やったんですけど、まあ走行中に多分ブレてきたりとかすると思うんで、ちょっと時々点検しながらですかね、タイラップで固定してます。ブレないですね、ほとんど。で、こっちが吸気パイプ、まあ排ガスとかを吸わないように真逆の方向に吸気パイプは置きました、まあ、とりあえずこんな感じで今シーズンいけるかなっていう感じですね。はい、ということでなんとか取り付け完了しました、 AF ヒーター。しかし反省点もいくつかありました。まずホールソー問題、僕買ったの 38mm のホールソーだったんですけども、実際これかなり大きすぎました。大きすぎるとですね、やっぱりパテも大量に使うし排気漏れも心配になります。実際このパイプのサイズは 25mm ぐらいなので、ホールソー 30mm ぐらいで十分だったかなという反省点ですね。そしてもう一つ、2個目のホールソーの時に木にガイドを掘ってやりましたけども、こちらの方が明らかに綺麗に掘れました。まあ最初からやっとけばよかったなという反省点です。最後は排気漏れ対策についてです。やってみて最後に気づいたんですけども、プレートを取り付けるところにあらかじめパテを塗っとくのが一番いいのかなと思いました。そもそも排気漏れが心配なこの溝の部分をパテで埋めちゃうという方法ですね。これをやっとけばほぼ室内に排気漏れが起きることはないかなと思いました。ともあれ、FF 搭載は嬉しい。冬の旅を楽しみましょう。緊急告知、妻がデザインしたビビリの家族役キャンピングカー生活 LINE スタンプ発売。ぜひ込み上がりスタンプ使ってください。よろしくお願いします。